私たちは愛という名のもと親しみを込めてブラザーと呼び合っています。ヨーブラザー、白瀬ゴールドです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は、クラシファイド任務新しいの出ましたんで、そのご説明と、バックパックトロフィーの場所をお伝えしたいと思います。まずは水族館市民救出 のミッションですね。こちらマップなんですけども、始まって最初のエリアとか進んだ後に、このエリアに到達するんですけども、ここ全部雑魚処理終わってからで構わないです。で、そしたらこの部屋に入って右奥の方にこうやって下に入れるところがありますんで、ここにまず行ってみてください。そうすると奥に扉がありますんで、でここの扉を開けて階段登った上に、一応その道がバックパックトロフィーに通じる道があるんですが、この扉開けるときにだいたいギミックってこうケーブルですね、ケーブルをたどっていくっていうのがありますんで、この上の方にケーブルが流れていってますね。で今一緒にやってるフリーノートさんって方がケーブルの方チェックに行ってくださってるんで、あとでどっから撃てばいいのかっていうのもちょっとお伝えします。でこれが開けた後ですね、上に階段登ってって、でこのケーブルの先のバッテリーを撃ったというところになります。で撃ち方なんですけども、ここのエリアの中央の白い箱の上、ここに立ってこっちの方を見ると、ケーブルの、バッテリー見えると、MDF が見えるっていうことになりますね。でそこを撃ったらさっきの扉が開いてここに入れるということになります。で、この、バッテリー撃ったところ、MDF 撃ったところのエリアから、このフロアの、入ったところ、扉開けて入ったところに、バックパックトロフィーのあるものがついてますんで、ちょっとここでね、スキルパワーアップのやつがね、手に入っちゃったんで、ちょっと止まっちゃいましたけど、はい。この先です。はい、ここ。これで、お寿司がね、手に入りますね。うさぎちゃんの、パクパクトロフィーですね。うさちゃん好きな人はぜひおすすめですね。お寿司って言ってもなんだろうな、カルフォルニアロールとか、ああいうその外国の方が作るお寿司みたいな感じですね。普通に握り寿司とかじゃなくて、こんな感じ。ちょっと見てみましょうか。アップして。バックパックドロフィーってもうちょっとさ、走ってる時に見えるところにつけてほしいよね。そうそう、巻物みたいな感じで。このうさぎの菓子パンなのかな、まあいいや。はい、じゃあ次ですね。で次は、キャピトルヒルの方にある、クラシファイド任務が新しく実装されてるんですけども、そちらの方になりますね。で、ちょっとこの、壁画みたいなのが気になっちゃったんですけど、はい、こちら、国家安全保障局セキュリティ警報っていうミッションですね、はい、で入っていきます。はい、こちらのエリアもうずっぽりね、ミッションの方クリアしちゃった後で大丈夫です。でここのフロアにまず来てください。で右、今の状態の左上ですね、この洞窟細道のこのエリアにバックパックトロフィーがあります。はい、でも全部進めちゃっていいですからね。いろいろギミックカードとかあって、それ拾って、やって、ミッションクリアする前で大丈夫です。はい、で、こういった形で中に入っていきます。で、この先に、渡り廊下みたいなエリアがあって、で、奥の方に、ちょっと基地みたいなのがあるんですけども、ドローンがね、入り口の方から襲ってきたりするやつですね。はい、で、これの、入り口の方を向いて、左手の方に、こう、崖を登れるところがあります。で、ここを登っていただいた奥に、バックパックトロフィーに、たどり着くための、道があるわけですね。このプロペラが回ってるところの奥になります。で、このプロペラを止めるために、やはりケーブルをたどっていく必要がありますね。上の方にケーブルがあるねって話を今してるんですけども、はい、後ろを向いて、あのケーブルかと。で、このケーブルを、普通にここから覗いて見れるわけですね。これを打っ
てプロペラを止めて奥に入っていくって形になります。簡単なギミックです、ね。もうちょっと奥の方にね、降りて撃った方が撃ちやすいんですけど、別にこっから撃っても大丈夫ですね。で、止まって奥に入る。で、このままね、まっすぐ一本道になりますんで、どんどん進んでいって、まあ、こういうエリアに行きます。で、ドアを開けた先の、まあ、ちょっとしたエリアがあるんですが、まあ、そこにバックパックトロフィーのさっきの、アタッシュケース、ケースがあるんで、あれですね。で、これがね、僕結構お気に入りなんですけど、猫のザーピーですね。ピザ好きな人はもうたまんないんじゃないですか。チーズとピーマン、あとオリーブの輪切りみたいのがついてて、でさらに猫ちゃんっていうね、かなりおすすめの医療品になって。これ今ね、僕つけてますね。うん、あんまり可愛い系のトロフィーとかつけたくないんですけど、これはなんか、うん、気に入っちゃいましたね。一押しです。はい、じゃちょっとアップで見てみましょうかね。どんな感じ？ね、ピーマン細切りとサラミとオリーブの輪切りね。あとチーズがたっぷり乗って。で、上の方だけちょっと猫、なんだ、ピザの耳のあたりを使って、うまいこと使ってますけど。はい。で、以上ですね。こちら、新しいクラッシュファイド任務の、タイトルアップデート5の、実装されたパクパクトロフィーでした。ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。ここで私からのお願いです。ではチャンネル登録ボタンをポチッと押していただいた後にベルマークの方もポチッと押してください。これでまた私とお会いできますね。ありがとうブラザー。